て話したい話がありまして、yeah, I'd like to say one thing, something. 私が12月の頭ぐらいに1週間ぐらい休みを取っていたのを覚えている方はいらっしゃいますか？その時ね、ちょっと1週間ぐらいお休みを取っていました。12月の頭ぐらいにね。で、その時に何をしていたかというと、実は、なんと私、オーストラリアにいました。あー、気づかなかったですよね。Actually, I was in Sydney, Australia, last month. 実は、オーストラリアのシドニーに行っていました。イエーイ。This is the first time, first trip for me to go to Australia. Hello, mate. Hey, mate. Good day, mate. って感じですかね。そうなんですよ。I was in Sydney last month. そうなんです。For a week, about a week. ただ、誰にも言わなかったんですね。理由としては、because I stayed、in my host family's house, so I didn't tell anyone related to Hololive. だから、誰にも、特にスタッフさんにもほとんど言わなくて、そうなんですよ。1週間ぐらいホームステイしておりました。すんごい昔、私の両親が私が生まれる前ですね、カナダで働いてたんですよね。で、その時のお友達がオーストラリア人の方がいて、その方の家族のお家にいました。もうびっくりしたことが、いや、 I'm surprised everything was big bigger than Japan, huge って感じでした。